心差し等備社は、伊勢神宮、と豊家大宮宮の接者。本記事では心差し等備社と同じ社地にある、下空接社の大河内神社、下空抹社の打剣神社、三社を境内に包摂する、旧尊社の神社社についても記述する。伊勢神宮に属する百二十五社のうちで深海を、有するのは心差し等大河内、 ダ県の三社のみである。三重県伊勢市辻来る一丁目13番に鎮座する。旧域自体は、上屋城のものであり、志東尾、大河町、ダ県の三社は、上屋城境内入り口の右手に鎮座している。旧域面積は、約700坪、内市東尾、大河町、 打鍵の三社の面積は406平方メートル。心差し尾、大川治療者は同じ玉垣の中に鎮座し、南向きに建てられ、正殿は神明作りの板武器である。心差し尾、大川地、打鍵の三社には、再銭箱が置かれていない。下空の拙者16社のうち第7位である。 しとみの意にわがみ者と記るす文献もあり、しとみやは、鎮座地周辺の原野の名前である。四月よしは、心ざし闘備新社の、しとみとは、動詞、しとむの連用型が名詞化したもので、水に浸る、水に使って濡れる意味であると解釈した。社殿は別であるが、心ざし闘備新社と同じ玉垣の中に鎮座している。下空の拙者16社のうち、第8位である。 戦国時代に大河内神社が荒配した後、上社路の境内者であった山の神社となった。現在の社名の読みは、大河内であるが、古文書では、おほか八、おほが淵などの振り仮名が付されている。打剣神社下空の末社八射のうち第四位である。戦国時代に打剣神社が荒配した後、 神谷城の境内者であった並社となり、打剣神社の祭神がそのまま並社の祭神となった。地域の氏神であり、中島、辻来二股、裏口の四地域が、氏子となっている。社法は、獅子等一等と、教法六年騎進の立ち一ぶりの二点である。境内には、稲荷神社、菅原道真を祀る上天神、一節美古代神。 伊節美美大神を祀る串玉の宮のほか、他の神社の要拝所などがある。神谷城は以下の十三社を1909年に合祀している。いずれも旧社格は無格者であった。心東美、大河町、打県の三社は付近を流れる宮川の洪水から地域を守る堤防の守護神として祀られた。心東美神社の祭神は久々の内神。 周囲の林野の神であるが、堤防の神とも伝えられる。神明秘書、類樹神義本源は、木神と記している。大河内神社の祭神は、大山みの神。堤防の守護神である。神明朝交渉祭論では、水霊神宮天略では、水の神にもあらんかと記載する。打剣神社の祭神は打剣明神。打剣の、掛けは賢勢のことであり。 五国宝城の神であるが、堤防の守護神でもある。神やしは、心差し闘大川治療神社の祭神である久々の落ち神、大山積みの神と、羽に安心、羽かの三玉神の四柱を当初からの祭神とし、羽かの三玉神四座、菅原道真、天忍不良神名、本田明の命、不祥二座の旧柱を合祀している。心差し闘 大河内神社の創建は不詳であるが、延暦23年の留めゆきぐ儀式帳には既に記載があり、少なくとも古代には祭祀を受けていたことがわかる。類似神議本源によれば、大事3年に、志東美、大河内、田県の三社の深海が、正5位から14位に昇級したという。志東美、大河内、田県の三社は、戦国時代になると、 建て替えが行われなくなり荒れるに任せていたが、広大に地元の住民が、うぶすながみとして、あがめるようになった。うぶすながみとなった、この神社は、永翔16年9月の記録では、二た社、大永6年12月の記録では、二た八王子社、天文6年11月の記録では、五ず社と記された。漢文3年、大宮寺の壁成長は志と帯。 大川治療者の旧社地を懸命に捜索したが、見つからず、仮の鎮座地として、月熟域内の高倉山岩戸坂に社を設けた。岩戸坂が選ばれたのは、渡来継明がこの坂に抹車として、廃所をいくつか設置したためである。清朝の次男である長春は、元禄5年の建て替えの際、矢箱、花日重山と呼ばれていた。 辻来る南東の個人所有の地を購入し、そこへ、志東美新社を先座した。なお、矢箱花ひし山に先座した当初から、正確な社地ではないとする意見があり、その後も本来の社地を探求する努力が続けられた。明治3年10月、五津社の名前が、仏教風であるとの理由で、現社名、神社城に改称した。 明治4年11月2日には近代社格制度に基づき号車に列し、明治5年10月に孫社に昇格した。1883年、志東備、大河内、打県の三社が旧社地である上屋代境内に服した。1906年12月に、上屋代が新鮮平白とも新社の指定を受けた。志東備新社及び、 大河内神社は1915年6月に、打剣神社は同年7月に建て替えられる。また、心差し大河内神社は1975年11月18日にも作り替えられている。心差し闘神社では、巡回祭祀により、記念祭、月次祭、神奈目祭り、新奈目祭りを行い、最短祭、原始祭、建国記念祭、風邪のり祭、 店長祭は、養子により執行する。上足城の祭事としては、1月15日のうつむ神寺と7月15日の霊祭がある。境内には、高木の杉、牧、楠の木、一井ガシの他中低木の榊、ネズミ餅などが茂る。鎮座地近くには、木材工場がある。また、辻来る公民館や、伊勢辻来る郵便局も近い。 ありがとうございます。